もう完璧に世界観を、うん、捉えている、うんうん、2次元と3次元が共存してるって、そんなんじゃこういうのみたいな映画のおすすめポイント1番こちらですね。原作通りの温かさ、五臓六腑に染み渡るということで。染み渡る。はい、その原作のね、はい、おすすめポイントとかでも、わかるの共感の嵐だったりとか、うんうん、まあ BL にハマりたての頃の懐かしい気持ちを思い出させてくれるみたいなことがありましたけど、本当に原作通りなんですね。忠実に再現されてて、はい、あの優しい世界観がそのままスクリーンにドーンみたいな感じ。だからなんか見ていて本当に気持ちが和らぐっていうのもありますし、なんだろう、あ、もう完璧に世界観を、うん、捉えている、本当に素敵だなっていう風に思いました。お二人がやっぱりハマってらっしゃるんですよね、うんうん、うららちゃんも、芦田愛菜ちゃんも本当にうららちゃんだし、おゆきさんは本当に宮本信子さんだ、もう本当に、うんうん、なんだろう、びっくりするくらいにもうキャラクターにピタリとハマっていて、うんうん、なんだろう、なんかこのキャスティング以外考えられないみたいな風にそのまあ、印象的になのはやっぱ原作でもそのやっぱ一番最初にまあ本屋さんでそのゆきさんが BL 本を見て綺麗な絵みたいな感じであるのもすごい原作でもやっぱり印象に残ってる方多いと思うんですけど、やっぱり映画でもそれ見てもなんかあーやっぱこのシーンよねみたいな風に思って、なんだろうな、なんか本当にふとした日常をずっと書いてるんですけど、うんうん、その日常があったかいし、リアリティだし、うん、みたいな。何ですかね、本当に誰かにおすすめしたくなるみたいな温かさがあるので、うんうん、ぜひぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。しかも作中はね、茶の目先生。そうなんですよ、はい。そう、だから作品中にもう出てくるんですよね。その茶の目先生の素敵な、もうとても綺麗な、とても綺麗な映像映えしますが、いや、絶対。本当に、みたいな。めっちゃ綺麗そう。何この綺麗な絵みたいな。素敵すぎるみたいな。確かに。本当にいいですよね。その、なんだろう、あの、本当に素敵だなって思うのは、うんうん、なんか、だからこの、コメダユウ先生、ジャノベ先生が作画されてる、コメダユウ先生の、ちょっとややこしいんですけど、まあ、君のことだけ見ていたいっていうのが、うん、その劇中劇じゃないけど、わかります？作品の中の作品なわけじゃないですか、はいはい。メタモルフォーゼって作品の中に登場する作品として出てくるから、うん、なんかそのメタモルフォーゼの縁側っていう作品を見てるのに、うん、なんか同時に、確かに楽しみちゃう。そう、君のことだけ見ていたいっていう別の作品を見ているかのような、うん、まあ、実際 見るんですけど、うん、っていうのが楽しめるので、確かに。そう、そういうところもなんかいいなって思います。すごいな、感想が。他の威力が。マナさんが、はいはい、あのベッド、うん、でなんかこのなんだ劇中劇の、うん、このあのジャノベ先生の絵で、はいはい、なんかクッションみたいなのにこうなんか一緒に寝そべってるみたいなシーンがあって、うん、その時になんか手を合わせてるみたいなシーンがあったと 思うんですけど、予告編にも出てて、なんかそれとかすごいなんかジャノベ先生のキャラクターが生きてるみたいな、なんか2次元と3次元が、まあ、それも画面の中ですけど、なんかなんだろう、共存してるっていうか、それにすごいなんか感動しました。すでに予告編の段階でも、ぜひあの予告編チェックしてみてください、はい、あと確認できると思う、うんうん、本当にそうなんですよ。その なんですかね、うまく言葉にできないんですけど、その2次元と3次元の間をすごいいい感じに描いているっていうのがやっぱり良くて、そのまあ茶の海先生のこの素敵なイラストと、まあ、実際っていうか、そのうららちゃんとゆきさんのいる世界が交錯する感じっていうのが本当に、うん、あの綺麗ですし、なんだろう、その茶の海先生の絵が綺麗っていうのももちろんあるんですけど、別に三次元の絵もとても綺麗なので、なんか交互に見て、あ、もうどっちももう、うん、ありがとうございますみたいなお気おきありがとうございますみたいな感じで、ね、楽しめるので、ぜひぜひ見ていただきたいなっていうふうに思います。そして2つ目のポイントがですね、BL 好きの人とも、そうでない人とも、誰かとシェアしたくなる感動があるっていうことなんですね。間違いない、うんうん、本当に私はこれをもう見た時に、あー、なんかすごい誰かに話したい、すぐ感想をみたいな思いました。確かに、なんか大切な人と見たいなっていうふうにももちろん思いましたし、うん、なんかそれこそやっぱりここにも書いてある通り、まあ、BL 好きの人とも、まあ、BL 好きじゃない人、そんなに別に読んだことないけどみたいな人にもなんか見ていただきたいなっていう風に思って、うん、
やっぱそれはそもそもこのメタモルフォーゼの縁側っていう作品自体が、まあ、BL を通して育まれていく友情っていうので、うん、まあ、出てくる登場人物ももともとそんな BL 知らなかった、うん、まあ、ユキさんっていう人がいて、で逆に BL すごい好きで、でもあのそれを語れるような友達がいないっていう、まあ、うららちゃんっていうキャラクターがいて、その2人がまあ運命的に出会って仲良くなっていくっていう、その何ですかね、友情を育んでいくっていう目線から見てもすごい綺麗だし、あの感動するし、なんかこういう出会いあったらいいなみたいな、憧れるなみたいな、そういった感動もありますし、そのやっぱりね、あの、まあ、作品を通して BLっていうものを通じて、まあ、年の差すごいあっても仲良くなれるんだよっていうような、なんかいくつになっても好きなもの好きでいいし、誰と仲良くなっても誰と話しても、まあ、その何ですかね、つながれるものがあったらそれでいいんだよみたいな、そう、そういう感動があるので、本当になんか一人じゃなくて誰かと見に行けたら、もっと作品が楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いました。いつからなんかその新しい趣味にハマってもいいっていうところもありますね。うん、そうそうそう。そこからなんか興味持って BL とかを読むことも、読むこともあるかもしれないし、その BL 好きな人と好きじゃない人で行ったとしても、そうそうそう。ね、なんか新たなね、その人も趣味を見つけられるかもしれないし、そう、多分 BL 好きの人と見に行ったら、やっぱその作中にね、まあ、原作とかにもあったと思うんですけど、やっぱその私が何度も言うようなうららちゃんがね、もう段ボールを引っ張り出してきてね、あれがいいかな、どれをおすすめしたらいいかなみたいな探すシーンとかで、あの本当に実際に発売されている漫画とかがある出てくるんですよ。だからハッみたいな、そうなんですか、じゃあこういうのみたいな、はいはい、なるから、うららちゃんなるほど、そういう属性が好きなのみたいな、多分そうね、そういう楽しみ方もあるんですね。 BL 好きプロの方は多分そういう面白みもあると思いますし、でもちろんその BL 全然知らないっていう人が見ても、あ、 BL ってこういうお話もあるんだみたいな、そのだから茶の目先生が描いた君のことだけ見ていたいを見て、あ、こういう風に BL って進んでいくんだとか、絶対いますよね。そうそう、見たことある人は、あ、 BL こういう感じだよね、あるあるっていう風に共感できるし、その見たことない人は、あ、そういうことなんだ、そういうこともあるんだみたいな、新しいその新鮮な目線で楽しめるっていうのがあると思うので、誰が見ても本当に感動するし、誰が見ても面白いなっていう風に思えるんじゃないかなって思います。はい、誰かと行きましょう。誰かと行きましょう。もう一人でももちろん楽しいですよ。何回もね、それで行けそうそう行ってもいいし、何回も行っていろんな人とやって、そうだからやっぱりもう最初に戻るのは、一人で見てもそこで出会った人と仲良くなればいい。そうですね、そういうことですよ。うんうん、はい、はい、仲良くなりましょう皆さん。原作読まなくても映画見るの大丈夫ですかという質問が来てますけど、大丈夫です、大丈夫、あの本当に全然大丈夫です。原作をあの忠実に再現してるので、うん、その原作を読んだ方が見ても面白いですし、だからそのどっちから見ても本当に楽しいんですよ。映画を見て、うん、あの原作を読んでもいいし、原作を読んでから予習していって映画を見ても、どっちから見ても本当に違和感なく楽しめることができるので、あのそうですね、じゃあ読んだことない方がもしいるのであれば、あの映画先に見ていただいて、うん、その後漫画読んでいただいて、でまた漫画読んでいただいて映画見ていただければ、確かに、まあ、コンプリートできるので、いろいろ、ね、比べてみるのも多分楽しいと思います、はい、お願いいたします。まあ、うららちゃんとゆきさんは、まあ、ビールを通じて仲良くなったと、うん、で仲良くなっていった時に、あのしばらくしてゆきさんが、うん、あのこんなに BL 読んでて書きたいって思ったことないのみたいなことをうららちゃんに聞くんですね。ありましたね。で、あの、まあ、うららちゃんもなんかあのいや、なんかないけどなんかなみたいな感じでね、なるんですよ。でもやっぱり絵うまくないしみたいな、私なんて描けないしみたいなこと言って、うん、でそのゆきさんが絵がうまくないと漫画描いちゃいけないのって言うんですよ。であまりにもその言葉が本当にストレートに素直に言っている飾り気のない言葉だから、うん、私もまあ読んでいても映画で見ていてもなんかスッてくるものがあって、うん、私自身もやっぱり普通に漫画読んでたりとかして、あ、いいな、私もキャラ描きたいなみたいな、同人誌描きたいなとか思ったりした時に、いや私下手くそだからなみたいな、うんうん、下手だから描けないし描いちゃいけないよみたいに諦めてるところが私もあったんですね。でも映画でやっぱりゆきさんが絵が上手くないと漫画描いちゃいけないのみたいな、本当になんかあの純粋にえそんな決まりあるのみたいなテンションで言ってくるから、すごい胸にグッと刺さって、うん、いやそんなことないなみたいな、勝手に自分で決めてただけだなみたいに思って、
て漫画描いてみたいなっていうふうに思いましたし、実際にちょっと恥ずかしいお話ですが、はい、あのその日のうちにあの漫画の描き方を学ぶ本を買いました。行動が早い。いいですね。その漫画描くつながりで言うと、うん、実際その、まあ、ゆきさんに背中を押されてうららちゃん描くことになるんですよ、うんうん、漫画で漫画描くの楽しいみたいなことをあのうららさんに聞くんですけど、うんうん、うららちゃんはそこで楽しいですとか言わないんですよね。あの楽しくはないですみたいな、ね、自分の絵見てると辛いしみたいな、うん、下手だから辛いしみたいな、でも悪くないしやるべきことやってるって感じですかねって言うんです、うんうん、それって本当になんだろう素敵じゃないですか。なんか変にドラマチックにその背中を押されて、うん、いやめっちゃ楽しかったです初めてよかったですってなるんじゃなくて、いや楽しいかどうか分かんないけどやるべきことやってるって感じで腑に落ちるっていうのって、うんうん、本当になんかああそうなんだみたいな思いますし、いいねそういうのっていう感情になるので、うん、そういうリアリティも楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。はい、うららの主演のお二人が歌うこれさえあれば、うん、あーっていうのが拝んでいますね、うんうんうん、はい、映画のね、うん、おすすめをしたいので、やっぱ映画でしか味わえないような部分を紹介したいなって思ったんですけど、主題歌がですね、その芦田愛菜さんと宮本信子さんが歌われているということで、そうすごい、これさえあればっていう T 字ロスさんのですね、うん、曲をカバーしているんですけど、うん、最後エンドロールが流れてる時に、はい、まあ、流れてくるんですよ。とてもとても可愛い曲なんですね。気になる。そう、とてもとても可愛いし、はい、歌声が本当にいい気持ちがすごい良くて、もう心があったかくなるような、最後ですね、そうそうそう、うんうん、最後エンドロールが流れてる中で、うん、お二人のもうとても綺麗で可愛しい声が聞こえてきて、うん、これさえあればっていうタイトルもあるし、うんうん、そのこれさえあればっていうのがねまたいいいいですよね。いいです。最後だから作品を見て、うんうん、あいい話だったなって思った後にお二人の声が流れていって、うんうん、はあ、なんかその映画本編が終わってもエンドロールの中で二人はまだずっと歌い続けてるわけだから、うんうん、なんかその映画が終わった後も急に私たちの生きてる現実世界に引き戻されるんじゃなくて、うん、映画が終わってもそのゆきさんとうららちゃんはまだどっかで生きてるんだよみたいな、うんうん、そういった風になんか思わせてくれるってというか、うん、いきなりその映画が終わって、あこれはフィクションですプチンとかって感じなくて、こういう世界あるし、実際にゆきさんとうららちゃんは生きてますよみたいな、作品がまだ続いているかのような気持ちになるので本当にいいですね。しみじみとしますよ最後までね、なんかもう魅力がたっぷりっていうことがすごい伝わってきます。そうそう、うんうん、はい、そう、まずはですね、まあ原作の話とかで綺麗な絵って言って BL 本を手に取る姿が、まあ、原作のままですごい良かったよっていうのと、うん、奥の方からねその BL 本を引っ張り出してる感じが分かると共感で、ゆき、はい、さんの応援したくなっちゃうのようが本当に心にグンとくる、うん、そうだから あれですね、この2人の劇中っていうか、このそうそうやりとりで、なんでなんか BL をなんか読み始めたじゃないけどに聞かれるかみたいなことになった時に、ゆきさんがなんか見てて応援したくなっちゃうのよって言って、わかるわかるっていうね共感、そう共感です。なる。あとあれですね、ゆきさんがだいたい1年半に1冊ペースで出ることに驚くシーンでわかるってまた書いてありますね。そうか、BL 本、なんかそのゆきさんが早く続き読みたい、早く続き読みたいって読んでるうちに、うん、まあ、奥付けをたまたま開いたら、うん、あれこの間出た時から1年半だなって言って、え、1年半に1冊のペースで出てるのみたいな、もっと早く出てるのって言ってなんか計算するんですよ ね、あと何年でみたいな。そうそうそう、しかもなんかこの原作の方では、うん、そのゆきさんが初めてそのイベントに参加した時に先生にこう直接お会いして、もっと早いペースが一番早いめっちゃわかる、かわいいかわいい、わかる。チェーガーデンの参加すツイートねがの描写がね原作に出てきて、あなんかそのリアリティだなみたいな、そう J ガーデンって結構ちゃんと名前も出てて、なんだろう、こういうのってなんかその架空のイベントとか使ったりするのかなって思いきや、ちゃんと J ガーデンって出てることに私はびっくりしたようです。これメモに書いてある。そう、会場そのイベントに参加した時に、そうだコミティアの
ユンカンですね、これは開会の時に、まもなく始まります、拍手でお出迎えくださいって、パチ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 ってするシーンがあって、これだわ、これですね。そうですよね。そうそう、本当にあの感動、やばいですよ、皆さん。私、実際に初めて、あの拍手の熱気を生で感じた時はもう衝撃的でしたね。私は涙を流しましたもん、本当に一人だったけど。本当にカタログっていうか宝の地図を持って、まあ、普通に整列入場でゆっくり歩いていって、で、まもなく、張り込みが始まります。皆さん、拍手でお出迎えくださいってことを、アナウンスが流れるんですよ。そしたらもうみんな、うわーって拍手するんですよ。みんな、お店の準備とかしてても、一度手を止めて拍手するし、ね、お客さんの方も、一回止まって拍手ちゃんとみんなするから、なんて温かい会場で、しかもこの一回きりにたまたま集まった人が、もう誰一人かけることなくちゃんと拍手をしてるっていう、その雰囲気。連帯感がね、みんなこう好きなものあっていいよねっていうのがまたいいですよね。これはね、会場に行かないとね、味わえないですよ。ですけど、でもね、それこそイベント行くのが好きだったりとかっていう人にはもうめちゃくちゃ、そうたまらないし、ね、映画で見てもこれだよこれってなると思います、うん、はい。もうなんかコメント欄の方も結構そう共感が止まらないと、ね、共感が止まらないんですよ。本当にいろんなとこに、うん、わかるっていうのが散らばっているので、うん、ぜひぜひ一つ一つチェックしながら見ていただければなっていうふうに思います、うん、はい。本日は映画化で話題の、三田村芳司の演歌は BL 好きが読んでみたらということでお話しさせていただきました。魅力が伝わったと思います。私も見たい、本当に。そうですね、早く見たいです。6月の17日金曜日に全国労働賞となっておりますので、はい、皆さんぜひぜひご覧ください。